まあ、いろんなことはありましたけども、まあ、最下位というね、そういう結果ですから、やっぱ結果が全てなんなんか調子悪いから元気なさそうに、俺が感じたら使えんぞ。グラウンド見たら弱い顔見せたらあかんよ。これは立浪ドラゴンズ1年目戦いの記録。球団オフィシャルカメラだからこそ撮影することができた映像の数々。明らかになった真実とは。マジ一緒だった。出たいと思ったら出たくない、そんなないですよ。出たいに決まってるじゃないですか。毎試合毎日つまらないですけど、やってることは我慢の時です。先輩方にもナイスピッチングって言われるのがすごく嬉しいというか。正直苦しいっすよね。なんかこううまくいってないなっていう。ああ、今日かって感じでしたね。やっぱそうっすね。もちろん打ちたくなりますし、はい。たちの存在、そしてコーチとの二人三脚の日々。激動の1年を振り返る。現れた安打製造機はチャンスをつかんで離さないと必死だった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あのお呼び立てしてしまいすいません。ありがとうございます。ありがとうございます。来ていただいて、あの日頃ドラゴンズのいろんなことにご尽力いただいている方にぜひ見てもらいたいなということで、サンデードラゴンズ門尾に、ご招待させてもらったんですけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。どうでした、見て感想は。いや、すごかったです。なんかもちろん1年間見てきたこともたくさんあったんですけど、それ以上に見たことのない映像とか、涙をこらえるのに必死でした。あ、そうです。はい、どのあたりが特にこう、どこまで言っていいんですか。まあ、なんかあの結構そのこうフューチャーされている部分がたくさんあったじゃないですか。何人かフューチャーされてたんですけど、その中でその私たちが絶対にわからないような選手だからこその胸の胸中とか、あと具体的な名前出すとあれなんですけど、石川昂弥選手の七夕のシーンあったじゃないですか。あそことか、落合ヘッドコーチと根尾選手や高橋選手の二人三脚のところだったり、ピッチャーってすごく支え合ってるんだなっていうところとか、結構なんかずっとドラゴンズを応援してたけど分からなかった部分っていうのがすごくたくさんあって感動しました。ありがとうございます。すいません。早く試合見たいなと思いました。そんな、今年はどんなところをドラゴンズに期待している部分ですか。そうですね、映像を見ていても思ったんですけど、立浪監督やその片岡二軍監督が、選手の皆さんもそうなんですけど、すごくチームを強くしたいっていう思いが伝わってきたので、もうなんか私たちは応援するしかないなと思って、期待したいこと、 A クラスと優勝です。そんな応援する部分では、番組通じて日頃ご尽力いただいていると思うんですが、そんな番組も宣伝も兼ねてドラゴンズファンの皆さんにメッセージいただけますか。はい、と日曜お昼に CBC テレビでサンデードラゴンズを担当しております加藤愛と申します。そうですね、その今の時期ですとオフシーズンなので、選手の皆さんであったり監督が実際にスタジオに来てくださったりしてお話を伺うことがあるんですけど、なんかその1年間野球試合を見てきて実際に声を聞ける機会ってなかなかないと思うので、それをなるべく私たちも深く掘れるように頑張るので、ファンの皆さん、視聴者の皆さんとたくさん共有できたらいいなと思ってますし、シーズン中はもう本当にみんな一緒になって
A クラス優勝を目指して応援していけたらいいなと思います。そのために私も頑張ります。もうすぐキャンプ始まりますけども、はい、一緒に頑張りましょう。あ、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。本日はありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。あのドラゴンズ日頃個人力いただいてる皆さんにということで、はい、皆さん来ていただいたんですけども、はい、ご感想はどうだったでしょうか。いや、あの本当にこんなところまで見せてもらっていいんですかっていう感じでしたね。いや、やっぱ昼頃こうフィーチャーされる選手って今こう活躍しててスポットライトがグッと当たってるからこそ、まあ、メディアさんとかいろいろ取り上げてることが多いとは思うんですよ。じゃない選手の姿というか、なんていうんですかね、こう悔しいとか辛いとかしんどいとかって多分あんまり選手って出したくないと思うんですね。でもそんな選手を多分この球団カメラだから捉えられたのかなと思っていて、なんかそのそういうとこってやっぱ人間らしさみたいなすごいあるじゃないですか。なんか選手一人一人をまたより好きになったというか、わあこういう考え方してるんだみたいなのがすごいワクワクさせてもらっちゃいました。よかったです、ありがとうございますそのあのドラゴンズですが、はい、今年皆さん期待するところとしてはどういったところでしょうか。いやー、やっぱあの作品の中でもあったんですけど、最後立浪監督が、まあ、悔しいという思いを結構、まあ、言ってらっしゃって、まあ、各要所要所で選手の皆さんも、まあ、この悔しさをバネにっていう言葉をたくさん使われてたと思うんですけど、まあ、ファンとしてもやっぱ悔しいシーズンだったと思うんですね。だからその悔しさっていうのをバネにもう今年は爆発してほしいなと思ってますそしてあのそんな姿を日々取り上げていただいているドラムキングご出演のありがとうございます。あのそんな番組の宣伝も兼ねて、うん、いいんですか言って、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、CBC ラジオで、夕方4時から月曜から金曜でドラダマキングという番組をやっているんですが、私は火曜日と木曜日を担当しておりまして、ドラゴンズのことはもちろんなんですけど、まあ、日常のことだったりだとか、あと火曜日は、カトリーナさんと2人でやらせていただいているので、まあ、完全に女子トークという感じなんですけど、まあ、そんな楽しみも味わってもらいつつ、あとはまあオフシーズンですと解説の方がいらっしゃるので、まあ、レジェンド級のドラゴンズのレジェンドの皆さんが来ていただいて、あの本当にラジオってリスナーさんと近いメディアだと思うので、リスナーさんからいただいたこう質問とかをそうリアルタイムで、まあ、OB の方にぶつけてみたりだとか、あと選手が来たら選手にぶつけてみたりっていうことをやってるので、いやこれからもあのリスナーさんともども皆さんに盛り上げていただければなと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。今年もたくさん扱っていただいて、いや一緒に頑張っていきましょう。はい、私にできることは応援だけですので頑張っていきたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございます。なんか調子悪いから元気なさそうに、俺が感じたら使えんぞ。グランド見たら弱い顔見せたらあかんよ。これは立浪ドラゴンズ1年目戦いの記録。球団オフィシャルカメラだからこそ撮影することができた映像の数々。明らかになった真実とは。マジそうか。出たいと思ったら出たくない、そんなないですよ。出たいに決まってるじゃないですか。毎試合毎日つまらないですけど、やってることは我慢の時です。先輩方にもナイスピッチングって言われるのがすごく嬉しいというか、正直苦しいっすよね。なんかこううまくいってないなっていう、ああ今日かって感じですね。やっぱそうっすね、もちろん打ちたくなりますし、はい。